ティンホワイトの MC ハロー YouTuber さんに朝昼晩飯聞いてみた大人編。はい、アダルト編でございます。前回チビーズがやってたと思うんですけど、各1人ずつ約3名ですね、朝昼晩直接電話をしてもらって、何を食べましたかと聞いてもらって、そこから同じものを食べて生活していきたいと思います。今晩の晩ご飯をね、決めてもらおうと思います。晩ご飯、はい、出るかな。確かに出なかった場合は、出なかった場合は別の人かける、別の人かけて出なかった場合は、うん、ご飯抜き。そうですね、まあまあ、どれかけは分かります。誰からかける？じゃあ一旦私からかけても大丈夫でしょうか。フィッシャーズさんのマサイさんです。おー、ちょっと聞きたいなと思いまして。すごい、出てくれるかな。この後撮影あるんですけど、お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お久しぶりです。お久しぶり。どうしたの電話？あの YouTuber さんと同じ晩ご飯を食べようっていう回で、でマサイさんが晩ご飯何を食べてるのかっていうのを聞きたくて。フィッシャーズで、はい、むちゃくちゃウインナー食ったむちゃくちゃウインナーもうソースも何もなしですか？いや、マヨネーズとケチャップはあったな。ああ、マヨネーズとケチャップありなんですね。さらに山盛りのウインナーなるほど、ありがとうございます。うん、はい、じゃあね。山盛りウインナーね。はい、今晩私は山盛りウインナーを食べます。僕は一旦とりあえず義士にかけます。誰？義士、バンバンザイの義士。じゃあ明日の晩ご飯だよ。明日の晩ご飯。私、よく私をいじってくださってる捨て頃ポンちゃん、捨て頃ポンか私の射程やからね。あ、もしもし、お疲れ。お疲れです。いきなりごめんね。今日何食べた？今日はハンバーグ食べました。うわー、めっちゃいいね。めっちゃいいやん。 450g。 やばい、量とか言わんといたもん。量とか言わんといて、誰？10やろ、絶対言った。おい、10。姉さん、すいません、じゃあね。あ、わかりました、食べます。はい、お願いします。わざわざ電話出てくれてありがとう。いえ、こちらこそありがとうございます。じゃあ、お疲れ様。お疲れ様です。めっちゃ英語じゃない？絶対ビクドンやん。確かに。じゃあ、スカイピースさんのジンタンにかけます。もしもし、お疲れ様です。ジンタン、今日の晩ご飯とかって教えてもらえたりしますか？じゃあ今日の昼で。あ、昼で大丈夫です。私が食べたのは、はい、カオマンガイです。カオマンガイ、なんですかそれ。なんそれ、ヘルシーなやつ。美味しいですか？無限に食べても太んないし、めっちゃうまい。おー、タイ料理、タイ料理やった。タイ料理。え、なんか後ろめちゃくちゃ音しますけど、撮影中でしたか？今ちょっと、ね、今ちょっと爆発が今あるところに。はい、ということで僕はエスポワールのケイスケさんに連絡したいと思います。おー、仲いいもんな。あ、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今ちょっとフォエトの撮影で今撮ってるんですけど、ハンクがなんか言ってる。なんすか？言う思った。あの晩ご飯、ちなみに今日はまだ食べてないですか？ね、まだ食べてないです。じゃあ昨日の晩ご飯何食べたかちょっと教えてもらっていいですか？あー、ウーバーいいっすよ。ウーバーの何食べましたか？じゃあごめん、めっちゃ王道やけど、はい、ダブルチーズバーガーセットきた。これあたり、これよし。本当にご協力ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。はい、失礼します。はい、じゃあ早速行きましょう。せーの、レディオ。それでは皆さん、それぞれ届きましたでしょうか？はい、届きました。いただきます。はい、食べます。では、いただきます。うまい、うまい。おいしいですか？めっちゃうまい。うまいやろな。あなたはね。うまい。でも結構辛いわ。辛い。タイ料理ってちょっとスパイシーなイメージあるな。めちゃめちゃ豪華ね、エンチョンバー。だって嬉しないよ。嬉しないよ。辛い。あらい。え？ん？ん？友達いない？俺、もしかして。俺よ。ここにいる。あんまり俺実は仲良くなかった。なんでステパに電話かけたの？ほんまに芝生。
企画でやってんだったらめっちゃ頑張って食った説あるよ。うん、逆に足りた。お疲れ様でした。あら辛いけど量はそうでもない。白ご飯欲しい。うわ、過去の大食いのところに戻りたい。ゆうくらは全然違いますもんね。全然違う、一日一食やもん。まあ、お腹の大きさも違ったもんな。褒めてる。今がクリームで可愛くなったと褒めてる。待って、早い、追いかかんないで。可愛いわ。お持ち帰りとかなしですか？ダメ。もうその場で。このリタイアってありですか？ダメ。俺が関西の人だ。俺でも出して。あ、やばい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 。やばい。ほんまに出る。だって結構食った。ね。どうでしょうか？でした。ごちそうさまでした。だから24時間なので次の朝と昼またユーチューバーさんに電話かけてご飯を食べてもらいましょう。はい、良いです。お疲れ様でした。はい、またね。はい、はい、てなわけで朝ごはん昼ごはんです。あれ今ベビタピの撮影なんですよ。でまあご飯食べるんですけど、で今回は竹谷紀章さんに電話していきたいと思います。あ、出た。お疲れ様です。翔さん、もしもーし。あ、キャッと聞こえた。翔さん、お疲れ様です。聞こえますか？聞こえる聞こえる。あ、よかったです。なんかあのマイクの調子が悪かったみたいで。翔さんが直近で食べたご飯って何ですか？それ取り高的になんか持った方がいい。あ、やめてやめて。あの、私昨日の晩ご飯でハンバーグ 450g 食べたんですよ。え、マジで？そうなんです。え、ガチのやつで。あ、ガチのやつで。ね、ヨーグルト、はい、一杯半とか。一杯半、はい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 。バナナ1本入れて、はい、あとみかん1個入れて、はい、蜂蜜かけたやつです。めちゃくちゃ健康的やないかい。まあ動画の企画以外ならこんな感じなんです。うん、知ってます。翔さんがストイックなのも知ってます。オッケーです、食べます。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。あ、お疲れ様。はい、というわけで、誰に当たろうかな。夜のストアライのコウ君。夜じゃないコウ君出なかったんですけど、今 LINE であと10秒待ってください。あ、電話かかってきました。10秒待たずに。あ、もしもし、ごめんね。あ、お疲れ様です。すいません。ごめんね、何してた？大丈夫だった？あ、すいません、今エレベーター入ってて、ごめんなさい。あー、マジマジ、ごめんね。と同じ食事生活をしなくちゃいけないと、コウ君に電話かけちゃったよ。僕なんですけど、うん、ちょうどほんまに食べた、食べ終わりで。おで、今食べたのがですね、お寿司。おお、寿司。お寿司特上1人前を2人前食べました。おい、多いって。高いし、はい、しかも俺家出たくないからウーバー頼むから1万近く行くんじゃん。おい、今日の僕のご飯は寿司の特上2人前。え、高いって。はい、おはようございます。レイクレさん飛ばしに連絡したいと思います。お疲れ様です。ちょっと新幹線で音うるさかったって。全然大丈夫です。あの、 YouTuber さんが食べたものと同じものを食べなきゃいけない生活を今してて。いや、好きやな、その生活。なんか前もあまりさんくんが来たよ、それ。あ、ほんまですか？うん、なんか来た。あ、そうだ。いや、食べたものか、もしくは昨日お昼に食べたものって教えてもらえますか？あ、直近ちょうどいいのありますね。何？あの、ちょっとまず画像で送りますわ。画像。美味しそう。え、ゼロ円弁当です。上円。昼と朝兼用なんでちょうどいいっすわ。てなわけで買ってきました。ヨーグルトとバナナとみかん
こちら完成、ヨーグルトバナナみかん蜂蜜がけです。いただきます。ひひ、うまっ。甘っ、かけすぎた。ちなみに私の今回のこういうあのウーバーイーツ24時間、絶対誰かと撮ります。寂しいから。ヨーグルト食べて。ごちそうさまでした。私の朝昼、朝兼昼ご飯、お腹いっぱいゲロ吐きそう。ほんまに食べ過ぎたら吐くから、ほんまに程よい8分目っていう言葉は大事やで、みんな。はい、やっと届きました。ウーバーイーツさんに上場園のお弁当はちょっと見当たらなかったので、それに似たやつを、はい、焼肉弁当こちらです。ドーン。今日の私のお昼ご飯、いいね、分厚い。やっぱ男性の方は昼間すっごいがっつり食べるんですね。ちょうどお腹空いてたんで、はい、どうもありがとうございます。はい、というわけで届きました特上の寿司、いきます。てれってってでーてれじゃー、美味しそう。足やめて、足やめて。うまっ。待って、2人前ペロリといけるわ、これ。うん、やめて。うん、うん、うまっ。うまいんだけど、足俺があまりにも美味しそうに食べてるから、美味しそうに見えるのはわかるけど、出ませんといて。うん、おいしい。はい、ということで、こたつの YouTuber、同食生活でございます。今の時刻が昼の2時でございます。そうでした。ちょっといろいろやってたらめちゃめちゃ爆睡しちゃって、で、今回僕がかけるのは、最近ね、よく一緒にこたつのあの方で英語の企画をやっているオッキーさんにちょっと電話をかけたいと思います。もしもし。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。今お時間大丈夫ですか？大丈夫ですよ。どうしたんですか？昼ご飯で食べたもの、はい、もしくは飲んだものって何ですか？それはタイミング悪いやつやな。え、どういうことですか？いや、これほんまごめんやねんけど、はい、バナナと。バナナ、昼飯にバナナっすか？ね、チンパンジーの昼食やん。まだあるから。あ、まだまだね。まあね、ちょっとメインディッシュね。メインディッシュ、飲むヨーグルトわかる？はい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 。ストロベリー味。え、主食の意味わかります？まあイチゴなんで、まあ主食。いや、もうイチゴとバナナって。え、ちなみにその1日前何食べたんすか？うな丼。お前そっちでいいやん。うわー、タイミングっすね。いやけど、ちょっとあのオッキーさんのやつ食べます。わかりました、ありがとうございます。あ、はい、ごちそうさまでした。豪華すぎた。お腹もちょうど膨れたんで、あとは晩飯ですね。わー、誰に連絡かけようかな。うん、悩みどころだ。割と腹いっぱいになっちゃったな。あと4巻、あと4巻が割と腹いっぱいになりますね。はい、オッケー。ナイスね、ちょっとさ、ね、もう、うん、やめて。じゃあ最後の1個です。ウニ、おごうま。というわけで、ごちそうさまでした。ありがとうございます。夜の人笑いのコウくん。筋トレ中食べてましたもん、これ。飲んでたり食べてたりしましたもん。男性で筋トレを今頑張ってる方はですね、絶対筋トレする1時間前にバナナ
1本とプロテインをしっかり勝ち込んでから筋トレしてください。これ女性はちょっとね、ちょっと違うんですけど、ただね、筋トレするのは本当にもったいないです。エネルギーが入らないんですよ。なんで、しっかり筋トレする前は食べてください。ということで食べていきたいと思います。いただきます。うまいけど。うな丼めっちゃ超えたなってきたって。ちなみにオッキーさんとは毎回毎月個人チャンネルの方でどっちの方がチャンネル登録者多く増やせるかみたいな、お互いのちょっとモチベーション上げるためにやってるんですけど、前回負けたんですよ。今回も11月は勝ったんですよ。22月も残りあと少しなんで、よかったら皆さん、こたせな本当に、あとね、この動画が上がるタイミングが多分19万6千人とかなんですけど、オッキーさんにもすき焼きおごってもらいたいし、20万人の景色がすごい今見えそうなんで、よかったらぜひチャンネル登録してくださると嬉しいです。よかったらインスタとか TikTok とかメンションしてるんで、よかったらぜひ拡散お願いします。うまい。僕のね、動食生活はこんな感じになりましたけど、またね、やっていきたいと思います。そして改めて、よかった皆さん、今年のチャンネル登録お願いします。ということで、次の人に変わりたいと思います。てなわけで、やっとベビタピの撮影が終わり、ご飯の時間です。で、そして今回お電話させていただくのは、平成フラミンゴのニコちゃんでございます。あ、もしもし。わー、お疲れ様です。お疲れ様です。あの、電話初めましてですよね。ちゃんと喋るの。でも、LINE だけしかしてないんですけども。推しです。何も嬉しい。あんまりいつも動画見てます。いや、こちらこそです。すみません。いや、でも。一番直近で何を食べましたか？一番直近で。はい。私が食べたもの。はい。いちご3粒です。いちご3粒です。いちご3粒かわいいそれでいいんですか、むしろかわいいバタバタしてて、はいはいはい、そう、それで、あの、さっきいちご3粒パクパクパクっと食べて、はい、今って感じで、うわ、あの、ありがたいぐらいです、むしろ。あ、ほんとよかった。はい、もう、やばい、ちょっと待って、ニコちゃんと喋ってる、どうしよう、ファンなるみたいな反応した。会いましょう。また予定決めてコラボとか普通に遊んだりもしましょう。うん、そうしよう。嬉しいよ。ぜひ私のお姉ちゃんになってください。なるで。あ、やった、優しい。永遠のアリス、お姉ちゃんもできました。うわ、めっちゃ好き。はい、今ちょっと案件の撮影中だったんですけど、もう母ちゃんにちょっと連絡して今日の晩ご飯決めていきたいと思います。やっと連絡が来たんで。もしもーし。こんばんはお疲れさん。ゼロプリのあれ、コラボ以来やね。ね、待って、なんで MC 私じゃなくて自分がそれを同じものを食べるっていう企画をしてるんですけど。やばいやばいやばいって何？かわいそうかも。MC かわいそう。いいですか？あの、何でも OK です。じゃあ、行きますね。はい。嘘なしで、嘘なしで、金でね、貯金で。OK。海鮮と、テキーラ15杯。終わった。何してんねん。何の企画してんねん。もう珍しい、こんなに飲むことないのよ。え、みんなベロベロ今。いや、そうでもないのかいのよ。強いんかい。お疲れー。テキーラ 15? やってんな。はい、では今日の僕のご飯決めていきます。この前ちょっと一番最近会った YouTuber さんでしょ、スクワットのヤジさん。出ないよな。あ、絶対撮影中だ、ごめんなさい。折り返し電話かけてくれるそうです。まあ、ご飯にはありつけそうですね。全然思ったより早く電話かかってきました。はいはいはい。あ、もしもし。もしもし。チューバーさんが食べたものを食べるっていう企画をしてるんですよ。なるほど。はい。いきますか。はい。それ食べるわけですもんね。はい。じゃあ変なボケいらないと、ほんまに食べたやついいんですよ。じゃあやめてくださいよ。本当に食べたやつでいいのか。本当に食べたやつでいいんですよ。食べたのは、
二郎系ラーメンです。おい、もう嫌やって。ほんまにさっき食べたんですか？はい。おー、もう、まあ、かけるあいつ間違えたな。はい、じゃあ分かりました、食べてきます。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます、失礼します。ありがとうございます。ちんたんが一番綺麗、もう YouTuber は、はい、危険です。食べます。てなわけで、ほんま事務所でイチゴを食べようと思ったんやけど、事務所周りにイチゴが売ってなかったんで、とりあえずエビタピの撮影が終わって帰宅してイチゴ買いに行って今に至ります。食器の音は気にしないでください。イチゴ3粒、残りのイチゴは貝塚へ。いただきます。虫おった。虫入れさせていただきました。一応そう、いや、いちごじゃないけど葉っぱについてたのかな。虫食べたのかな。虫食べた。いや、辛くない。虫好きやん。は開発てなわけで、24時間 YouTuber のご飯で24時間生活してみた終了にです。ほんまにニコちゃんありがとうございました。本当にご飯行きましょうね。この動画良ければニコちゃんに届けるように皆様ご協力お願いします。てなわけでバイバイ。先ほどちょっと動画撮り終えて一旦休憩して買い物に行ってきました。はい、ちゃんと買ってきましたよ。テキーラです。これやばいよ。ライムだとかレモンだとかそういう柑橘系のものとかね、用意するのはさすがにあると思うんで、これだけで飲んでるはずがないと思うから、これだけは許してほしい。あのオレンジジュース、はい、15杯は飲めるかな。途中でリタイアしたらごめん。海鮮をね食べたって言ってたんで、海鮮丼を注文しました。わあ、うまそう。待って、美味しそう。マジでいただきまーす。うん、うん、ふん、うわ、赤だし欲しい。もうジロプリさんはちょっと覚悟してて、普段大食い系の企画が多いんで、絶対何かは来るやろなと思ってたから、まさかのお酒でした。ふと思ったんやけど、みんなでテキーラを15杯飲んだのか、それとも桃母ちゃん一人でテキーラ15杯飲んだのか、どっちなんだろう。でもあの会話の流れだとグループ全体だよね。一人無理じゃん。一人無理じゃん。はい、というわけで、タネは、緊急で、カメラを回しております。何があったかというと、小さいよなっていうか、あ、二郎系のあれにはあ全然食えそうって思ったんですよね、これ普通に。うん、でこうすくったんですよ。はい、中から米出てきました。肉丼でした。うわ、やった俺。なんでこれは今から蓋をして、明日の僕の昼ご飯、明日ダンスしに行くんですけど、それのお昼ご飯にします。はい、注文しました。正直これはカメラの前でみんなの前で食べますとかやりません。無理です。100%。なんでこれはもう本当に明日のお昼ご飯にします。はい。ごちそうさまでした。美味しかった。てなわけで、ブラックコーヒーだって飲めないよね。うわっ！あ、こういうテキーラとかはね、たまにゲームとかで、罰ゲームで飲んだりはするんですけど、15杯、無理じゃない？ちょっと一杯目いきます。いきます。あ、うんうん、うん。あ、でも選んだやつあんまりきつくない。なんだろう、めっちゃ鼻にツーンとかくる感じでもなくって飲みやすいです。俺でもあんまりしんどくないかも。これだから15杯いけるってわけじゃないんだけど、この量だったら大丈夫。クライナーとかあるんだけど、子供わかんないか。クライナーとかあるんだけど、あれとかだったらまだ飲める。はい、2杯目いきます。匂いがきち。うん、おいしい。届きました。見た目的にはそうでもないと思う。しかも見て、ほら意外と普通じゃん。おい、どういうことやね。俺の顔よりでかいやんけ。汁なしだからすすれなくてきつい。
やべ、つまみ欲しい。重くないんで、今飲んでる量はね。ここまで酔いは来てないんですけど、味がマジできちい。ゼロブレさん、もう母ちゃん覚えとけよ。うわ、やばい、無理無理無理、言いに来る。他の人のご飯食べてるシーン言ってください。休憩。もう俺数えてないからね、今何回飲んだか覚えてないから。ちょ、ラストね。はい、15杯決めの一目に乾杯。あー、マジで、ちょっと待って、マジで、あー、はい、テキーラちゃん15杯飲みました。そこまでベロンチョではないです。キス。ごちそうさまでした。はい、休憩、夕食食うぞ。あ、このバカデカ肉だけ。待って、きつい。待って、やばくない？普通にほんまに。あ、すっきりした。全然吐いてないよ。味めっちゃうまいし。うん。ああ無理。今日も何もしない。今日も何もしない。編集も全部やめる。編集もこの後やろうと思ったら撮っても全部中止。無理。無理でーす。とりあえずありがとうございました。また何かでご一緒しましょう。